ソルト、彼女に振られた慰めていいやん、おめでとう、またフリーになることができたけ、また違う女性を探すことができる、うん、でやっぱ人生一度きりやけん、結婚する相手は慎重に選ばないかね。で俺はやっぱいつも思うんやけど、100人しか女性を見たことがない人と1万人見た人の方が目が超えとるっていうか、選択肢が広いわけや。こ俺は1万人見た中であなたを選んだ、1万分の1なわけや。であなたが100人しか見てなかったら100分の1なわけよね。それはもちろん1万分の1の方がいい女性と思っちゃうね、自分に合った女性と思っちゃうね。だけどその人が好きで好きでたまんないってなるかもしれんけど、君が何歳かもわからんけど、もちろんいっぱいの女性を見た後にこの人だって結婚する相手を決めた方がいいと思う。4日後テストです。いいよ、俺テストはさっきも言ったけど全然やったことない、ほとんど頑張ったことない、受験勉強ぐらいしかテストやったことない。普段の日常の中間テストとか期末テストとかは受けてはいたけど、本当に平均点7点とか8点とか、本当よ、本当に俺と同じ高校とか同じ中学校行っとった人に聞いたらわかる、うん、本当にそういうやつやった俺はマジで、うん、子供の時からだけ、いわゆる落ちこぼれ的な見られ方しとったと思っちゃうね、先生からしても周りの生徒からしても。でも今は一発のね、社会人っていうか、こう視聴者も来てくれてね、喋っただけでね、こうだけ、別に勉強苦手な人は勉強苦手、学校行きたくない人は学校行きたくないね、それでいいと思う今のご時世は。それはたまたまやけど、30年前とか40年前とか俺らの親の世代はそうはいかんかったね。学歴が全てやったし、いい大学行かない、いい就職先つかん、いい就職先つかんといい給料もらえん、子供や奥さんを愛する人たちを養っていけん、そういう時代やったけど、今はこうやって生配信しただけでお金稼げる人、ゲームでお金稼ぐ人、いろんな人が出てくる。しかもお金の稼ぎ方もググったら出る、正直。どうやったらお金稼げますかって、ネットがあるけんね、昔はネットなかったけんね、教科書みたいなのがガンガンある。 YouTube に分かりやすく解説してくれてる人から、 FX で稼ぎたいとか、動画編集で稼ぎたいとか、俺もインドネシア語勉強したいと思ったらインドネシア語の勉強方法を YouTube で探した。もうそういう時代ないの。だけん今落ちこぼれでそういう人がおっても、別に自分が勉強が苦手、学校が苦手、それで終わればいっちゃうね。別に学校や勉強が全てじゃないけ、俺はもう子供の時からそれに気づいとった、実は。 SNS とかはなかったけど、うん、だけん俺は子供の時によし、俺はサラリーマンを諦めようと思ってた。俺本当に寝起きとか悪いよ、寝起き悪いけん学校とか朝早く行けんわけよ。勉強したくないわけではなかったわけよね。別に勉強嫌いじゃなかったけん。けど、なんでこんな朝早いっちゃろとは思っとったわけよ。朝8時とかから始まるやん、学校。で、夕方の4時とかに終わるやん。マジでうぜえと思っとって。俺は勉強したくないわけじゃなくて、昼から学校が始まってくれたらそれでいいと思っとったんじゃね。いや、要はみんなが朝8時に行くやったら俺は12時に行く。4時間遅れで行く。で、みんなが勉強しておう分、ちゃんと勉強する。で、4時間遅れで帰ればいいだけやん。みんなが4時に帰っとんなら俺は夜8時に帰ればいいだけやん、ね、それだけなんよ、ね、本当にただそれでしかない。俺の要望は、なんでこんなに朝早いんやろ。俺は朝起きるのが本当に嫌で嫌で仕方がないし苦手やし、そう、朝を早く起きるあれがないと。勉強はするよ、分かった、勉強すればいい。では学校って勉強する場所って言うやん。だけど俺もそう理解できなかった。なんで金髪やったらいかんちゃろ、なんでピアス開けちゃらいかんちゃろって。勉強すればよくない？え、金髪でピアス開けとって遅刻しとってもテストで100点取ればいいんじゃないと、ね、無遅刻無欠席で黒髪でちゃんと風速とか全部守っとったとしても、それテストで10点しか取れんかったらダメなんやないと、ね、そういうことやん。だって学校って勉強する場所やんって俺は思いよった、子供の時に。だけなんで金髪で100点取る人より黒髪で10点の人の方が褒められるんやろと。俺勉強ができる自信があったけん、だ俺本気出したら勉強でこれテスト100点取れるやろうけど、なんで毎日学校行かないか、朝早く行かないかんとかいうの、なんでバイクとかで学校行けたけど、なんでバイクで、それバレて停学だったんやけど、で坊主にさせられたんやけど、なんでバイクで行っちゃいかんの、なんでチャリこがない、16歳からバイクは国がいい取っていいって免許言っとんのに。でアルバイトもしちゃったわけよ、それもバレて怒られたんやけど、なんでアルバイトしちゃいけんない、なんでアルバイトしながら学校しちゃいけないの、テストで100点取ればそれでよくねって思った、って思ってました。竹春から、でも平均点7点、そうなんや。まあ頑張ったら大学受かったけ、まあそこは気にせんで、理由はあれやけ、授業受けてないってだけやけ。社長の話はためになる、そう。
元気出るやろ、こんな青髪でロン毛で中学校高校こんな適当に生きてきた俺がヘリクスばっかこねくり回しよった。学校の先生に今喋った話な長い話をずっと言った。なんでって、俺進学校やったけどさ、大学に行くためにみんな高校に行っとっちゃろって。で大学では3科目しか必要がないのに、なんでこの高校は11科目勉強しておとって、そのいや分かるよ、国公立に来た人は11科目必要やけど、俺は私立に行きたいけん、私立に行きたいのになんで11科目勉強せないかんと、おかしくない、他の勉強しとう間3科目勉強したいんですけどみたいなこと本当に言ったっちゃう、先生に向かって。で先生もまあグーの根も出ないというか、まあ論破はできるわけよ、だって確かにそう言われてみれば。でそう言うと先生は平常点っていうか、なんかちょっと名前忘れたけど、私生活も点数に入れてるけど、でも普通ね、みんなね、そう受験で大学行きたいって言って、で 90% の人は私立を受けるわけよ。ね。私立に行くって大体3科目でだし、その私立の一般受験は、その学校にちゃんと来てたかどうかとかの平常点っていうとかな、そういうのっていらんわけよ。そのちゃんとこいつは無遅刻無欠席でしたとか遅刻ばっかしましたとか、そんなの見てない。100点満点中の国語英語選択科目、この3科目で何点取りましたか、それでしか大学受験をの合格不合格って決まらんわけよ。じゃそれ以外無駄やって俺はずっと言った、うん、でも受かったけんね。これで落ちとったらダサいけど、駒沢しか受けてない、駒沢の経営学部しか受けてないよね。経営者になりたかったっけ、社長になりたかったっけ。で、駒沢の経営学部しか受けてなくて、ちゃんと受かったっけ。うん、まあ、ヘリクス少年やったよね。だけど、今の仕事がちょうどいい。この仕事がちょうどいいよね。うん、やっぱりみんな向き不向きあるけん。逆に、ちゃんとできる人、時間守れる人とか、朝早くちゃんと起きれる人って、それはそれ、才能と思っちゃうね。楽しく生きなきゃ。だって、どうせ死ぬっちゃけん。うん。